セベロクリリスク町の紋章上空から見た、セベロクリリスクセベロクリリスクは、千島列島北部のパラムシル島にある都市。セベロクリリスクと表記されることもある。ロシア連邦サハリン州に属する。日本統治時代のカシワラにあたる。日本統治時代の詳細については、カシワラの項目を参照すること。また、近年気象通報の通報地点になっている。セベロクリリスクは、 千島列島北部のパラムシル島の北東部にある町で、北クリル管区の行政上の中心地である。北緯50.683333度、統計156.116667に一致している。町の人口は2485人。1875年から1945年までは日本が統治しており、町は柏という名前であった。 1945年、ソ連が占領し、1947年にはサハリン州に編入された。1952年11月4日に発生したカムチャツカ地震では、地震後に町を襲った津波によって2336名もの死者が出るとともに、通信施設などに甚大な被害を受けた。1994年、北海道根室市と提携を結び、姉妹都市となった。 ペトロパブルフスクカムチャツキーからギパニスという船でアクセスできるほか、ビチャジアエロによりヘリコミューターが運営されている。また、旧日本軍の飛行場跡を利用した飛行場が建設されており、ユジノサハリンスク空港から DHC-6 等の機材を用いた直行便の計画もある。夏は冷涼で20度を超えることも稀だが、冬は高い度の割に暖かく、低。 摂氏10度を下回ることは多くないが、雪は多い。欠片の気候区分では寒帯湿潤気候に属す。日本統治時代から漁業の基地であり、現在も港湾施設の一部には日本時代の防波堤などが残る。老朽化した不当の改良工事は1990年代以降から課題となっており、ロシア連邦の開発プロジェクトにも取り上げられるが、2009年現在も、 完成には至っていない。港は漁船の基地となっている。1980年代までは、酒マスの捕獲、捕鯨の基地として、1990年代以降は、クジラに代わってズワイガニを捕獲する船の基地となっている。セベロクリリスクのメインストリート。ありがとうございます。